今回のミルチューブは上野駅の乗り換え案内です。 JR 各線の乗り換えと中央改札、新幹線改札までご案内いたします。1番ホーム、2番ホームは山手線、京浜東北線です。不忍池、雨横方面に出るにはこの先の改札を出るのが便利です。3番ホーム、4番ホームも山手線、京浜東北線です。中央乗り換え通路は天井が低くなっています。頭上にご注意ください。5番ホーム、6番ホームは宇都宮線、高崎線、常磐線、成田線です。7番ホーム、8番ホームは上野東京ライン、常磐線が入ってきます。9番ホーム、10番ホームは常磐線、成田線、上野東京ラインが入ってきます。11番ホーム、12番ホームは常磐線、成田線が入ってきます。上野駅中央改札に到着です。銀座線、日比谷線に乗り換える方は中央改札を出て左の浅草口に向かってください。上野駅1階には13番から17番ホームがあります。こちらにも宇都宮線、高崎線、常磐線が入ってきます。次は上野駅中央改札から新幹線改札へ向かってみます。こちらが新幹線乗り換え口です。東北、山形、秋田、北海道、上越、北陸、長野新幹線の入り口です。上野駅は2階にホームがあり、1階と3階に各線乗り換えの連絡通路があります。2階ホーム、1、2番線から天井の低い中央通路を通過してきました。1階に降りたところに中央改札があります。中央改札の正面に13番から17番ホームがあります。中央改札から1階を歩いていくと新幹線乗り換え口があります。この動画が良かった方、チャンネル登録、いいねボタン、よろしくお願いします。